天魔城への階段を登ったはずやのに、なんで下に落ちたん？おそらく見えない正門でしょう。以前私たちが魔城から撤退した時と同じように。繋がってない空間を接続する技術のことね。それでここはどこかしら？見たことのない空間です。正門の中にあった異空間の可能性はないのでしょうか？ああ、キャロルと遭遇した時のあれ？いいえ、ここは天魔城の内部だと思うわ。ええ、月の輪によるとセントフォンテーヌで最大級の崩壊エネルギーの源は私たちの下にある。つまりここは紛れもなく天魔城の内部よ。わざと私たちを迎え入れたということですか？敵は余裕があるみたいですね、メイ姉さん。彼らはきっと後悔することになるわ。もちろんです。ついてきて、隊員たち。第二、第三小隊、これより阿天魔城内部の捜索を開始します。はい。これが大崩壊の中で生き残った英雄のオーラな。安心するというか、思わずビクッとなるというか。やっぱり元バルキリーは最高。魔城の内部は想像していたよりもずっと広いね。以前第三小隊が戦った場所もその一角だったのかもしれないわね。これほど巨大な建物、一体どうやって気づかれずに空中に作ったのでしょう？天井の人とやらには天命にもない技術があるんやな。あの正門もそうや。まさかほんまに宇宙人とちゃうん？やあ！覚醒する。やっぱりここにも構築体怪物がいるんだね。うちの手はもう熱うなってきたで。ここで会ったのが運の好きや、タロットたち。あら、あの子戦闘は面倒だって言ってたのに。ずっと後方でサポートしていたので耐えきれなくなったのでしょう。単純な子ですが嫌いではありません。私もよ。黎明が来た。こちらの勝ちだ。そろそろこの戦闘を終わらし向かって完成。分かった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。
ん？あれは？アテンマ城最深部への道が何かに塞がれとるみたいや。さすが悪い奴らの根城やな。簡単には通さへんつもりや。この構想をまずは近づいてみましょう。アテンマ城、この建物はどう見ても人間が作ったものにしか見えません。それもそうか。本当に宇宙人が作ったものだったら、ここの構造はもっと不可解な感じになるんじゃない？殲滅モードだ。メローネちゃん、何を考えてる？じゃあ、これほど質量の大きいもの、その原材料はどこから来たんでしょう？もし資材を現地で調達したとしても、この都市のどこかに同じ体積の空洞が存在するはずです。うん、でもセントフォンテーヌに巨大な空洞なんてなかったで。もしくはフォースワンエリアと同じように隠されてる。その可能性もあります。私たちがまだ気づいていないだけで。次の行動座標に向かいます。行動開始。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。分かった。あなたの戦闘テクニックは独特なの。あなたが得意とする作戦距離は私に比較的近いから、なるべく合わせるようにするわ。いえ、今キャパオーバーしとる。それより隊長、うちのことも褒めて。そうね、キャロルも頑張ってるね。ティミド隊員と交換してみるのはどうかしら。お断りします。隊長ひどい。ライルでしたら問題ありません。0019全武装展開。目標沈黙。神経変更。ライデン将来。なければ試練をクリアしろってわけね。このやり方は天井の人というより彼らしいわ。Hey!
武装展開。目標沈黙。撃った。知人犬変更。ライデン将来。黎明が来た。そろそろ終点やろ。この任務、この反応は魔杖の他に崩壊エネルギー反応が高い個体がこの先にいる。分かった。ようやく姿を見せる気になったようですね。天井の人は皆警戒を強めてください。敵はこの先にいます。はい。ようこそ招かれざる客たちよ。おや、人数が増えたようだ。この声、ええ、確かに夫アポカリプスの声です。え、夫？それは天命の前の大主教の名前とちゃうの？でも夫主教は数年前に。夫アポカリプス、懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけどあなたは彼じゃない。彼だなんてありえないわ。誰であろうとあなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことならわかってるよ。僕は誰だ？天井の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつもりなのだろうか。そして僕は何をするつもりなのか。それほど多いってわけでもないね。あら、時間が省けるわね。では質問に答えてもらえないかしら。だが今さらその答えを知ったところで未来に何の影響も与えられないだろう。それは私たちが判断します。はあ、何も知らない君たちがどう判断するというんだい。星の扉はもうすぐ開く。天井の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのはあくまで主としてもてなそうと思っただけだ。座るといい。ゆっくり話をしながら共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。同感ね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの勢いに驚いて震えていたかもしれないな。それなら別の答えを君たちに与えよう。そう、大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天井の人に勝てない。ここで倒れるがいい。さて、遺産で魔女にやってきた英雄たちは悪党に勝てない。頑張れ、合わせるはずだ。任務の資料は全て頭に入っている。地味かしら。ドン！
制する。僕の箱にあとどれほどの前に切り勝ちです。神の鍵の精度が落ち始めた。どうやら君たちがこの体に与えた魔紋は予想よりもずっと多いようだね。皮肉だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていたとは驚いたよ。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。その方が驚いたんだけど、この一撃は私の隊員に手を出したことのお返しよ。隊長僕を倒したところで何も変わらないさ。その姿もあの人とそっくりね。彼が用意した玉鋼の体の一つでしょ。あなたはオットーじゃない。なのにさっきの戦闘であなたは疑似神の鍵を使用した。それにあの金色の箱、あなたの正体が分かった気がするわ。あなたはオットーと共にこの世界を去ったと思っていました。悟空番長、どうやら一つ目の答えを見つけたようだね。本当にあなたなのね。ではついでに他の質問の答えも話してもらえます。いいだろう。言ったようにそれは僕の計画に何の影響もない。君たちがここまで必死に戦ったことに敬意を表する代わりに教えてあげよう。天上の人は一体何者なの？もしくは何の組織？君たちもなんとなく分かっていただろう。この時代に天命ですら把握していない技術を持つ組織なんて存在すると思うのかい？少なくともこの星には存在しないさ。え？それって本当かよ。天上の人は宇宙から来た文明ってこと？正解から来たか。彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、あらゆるエネルギーを奪う。いかなるエネルギーであっても貪欲に奪おうとする。その銀河を食い尽くすまで彼らは獅子のように狩りをし、ハイエナのように貪る。彼らをここにおびき寄せることがいいアイデアだと思ってるんですか？どうしてそんなことを？あなたに人類を敵に回す理由はない。あなただって崩壊を駆逐したいはず。いいえ、そのために生まれた存在よ。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。天上の人をここに降臨させるのもその目的のためさ。僕が言ったように、天上の人はエネルギーを追う狩人だ。まさか。見た目と口調だけじゃなくて、周りを顧みない狂気すら僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが僕は生まれてから選択する余地がない。何の音ですか？これは僕の死を予告する判決であり、
収穫の始まりを意味する角笛だ。ようやくステージに上がる気になったのかい、ルケニ。ルケニ、天井の人。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい、それとも君にいろいろ教えた結果猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい。いやそれはないな。何しろ露のような僕と比べて君の存在は底が見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな。僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ。じゃあ入り口を。違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。これだけか。うちらここに閉じ込められた？そうでもありません。了解。わかった。親友？冗談だよな？な？それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。you